吉野先生帰ってきたよって帰ってきました。どうもどうも。素晴らしい。レンタカー借りました。福山からです。普通ロケですね。そうです、そうです。オカン深い TV です。イエーイ。車からのスタートになりましたが、はい、それなかったね。そうですね、うん、あのみんなも新鮮なんじゃない。そうですね、いつも同じ絵面だったから、ね、広島県の福山にやってまいりました。はい、福山です。はい、今からよしこさんの一番最初に通っていたダンススタジオ跡地を、はい、跡地、はい、ではまた、はい、ちょっと全く変わっていましたね。全く変わっちゃいました。まあ、ここでよしこさんが踊られてたそうです。高校3年生の時、はい、この2階で、はい、じゃ今度はあれですね、お酒、ビール、クラフトビールが飲めるそうなので。そうですね。思い出しながら、はい、はい、思い出の地でした。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ここ右、はい、はい、よろしくお願いします。来ました。よしこ、何年ぶりですか。20年ぐらい。え、結構ぶり。その時めっちゃでかいと思ったけど。めっちゃでかいです。初めて来た私たち。あ、はい、うん、でかい。え、そうなの。よしこさんの中学校でした。イエーイ、ありがとうございます。いいですね。お父さんお母さんもここを卒業しました。よしこさんのご両親もこちら、はい、だからもう相当古いんですよ。よしこさんの通われていた高等学校でございます。素敵。一歩前へ。こちらでダンスを志そうと決めたんですね。そうですね、最後は。はい、最初は思ってなかった。最初は思ってなかったけれど、ここに目の前に前店っていう売店があって、はい、そこでみんなよく買い食いしてた。へー、うん、もう今ないですね。ないですね。ここにあった。Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved.
cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it. さあ、いかがでしょうか。デデン38番、デデン吉。願い事、人の助けにより早く成功します。ありがとうございます。ありがとうございます。デデン大吉。おお、さすがエリカ様。ママにね、見えない。そうですね。老眼ドゥテン。これやだな。商売飽きない。利益少なし。でもその後の後に売れって書いてありますよ。少しはリアリ。どっちだよ。ね、これは何？持ってる株を売れってこと。これ大吉か？大吉か？100円です。100円入れました。100円入れました。え？100円入れました。末吉です。でみんな違う、はい、できるだけ身をへりくだって何事にも我から進んでしないがよい。強いてしようとすると思わぬ災害にあり、慎んでことを行います。皆様どうぞよろしくお願いいたします。慎んでことを行う。ありがとうございます。ちょっとすいません、慎んで、はい、結んでください。結びましょう。私もすごい下の方で、すごい下の方に、杖の方で結ばせていただきますね。慎めば大丈夫だって書いてありました。包みます、慎んで包みます。大丈夫です。皆様がいらっしゃるので、私はありがとうございます。慎んでお受けいたします。よしこさんのお母さん、よしこさんのお母さん、お待ちください。お母さん、よしこさんここだよ。急いで帰ってるよ。お母さん、娘はここだ。見てないかな。バックミラー見てない ね。見ていただけると。はい、ここです。これです。着きました。で、車庫に入れてください。今はね、追いかけてたの。今取るって。はい、取るってよ。それは。本当にそこまで来てください。いつもよしこのお世話。どうぞどうぞ、うん、じゃあよしこちゃん玄関からね、はい、はい、すごいな、玄関までの距離がすごいよ、すごい、これはすごい。お邪魔します。素敵なご自宅。どうぞどうぞ。うわ、よしこさん、よしこさんたらすごいったらすごいんですけど、やばい。お邪魔します。すごい、撮らせていただきます。うわー、素敵なお家です。お嬢さんやばい。お嬢様ではない、すごい、尻幅跳びです。奇跡の季節の野菜たち。じゃじゃいただいたお野菜、あれがいただいたの、ほら、どれですか？これ、あれ、これ、あ、私こっちの。私はこれいただいてないですと思いました。あれですね。そうですね、そうですね。よしこさんのご実家の庭が広い県。庭木の剪定は全部私です。え、そうなんですか。もうそういう芸術のやっぱ才能が佐藤様にはおありなんですね。平常は食べてみて、はい、平常は、うん、平常は、うん、口がなくて、花道さんで、あ、そうですそうです、これでいつも YouTube を、うわ、なんかでもちょっとキウイっぽく酸っぱい、うん、あ、キウイっぽく酸っぱいところと、やっぱそのラフランスみたいな梨っぽいところの、うん、が平常です。平常です。酸味のある平常です。梨キウイ、うん、
うん、キウイだね。はい、梨キウイ。美味しいです。お父様は、はい、見守りたい。はい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。はい。チームよしこおかんぶ会 TV スタート。皆様、本日はよしこ先生のご実家にお邪魔しております。イエーイ、初ロケ。初ロケです。うん、初ロケにいきなり実家。はいはい、うちの母です。お母様、はい、はい、おすみまして、いつも皆様にお世話になってありがとうございます。ありがとうございます。すごい慣れてる。はい、そしてうちの弟です。はい、はい、どうもはじめまして。はいはい、で爆笑してるのがめいっこでーす。めいっこちゃん、めいっこちゃん、めいっこちゃんでーす。ご家族とともに本日はちょっとお送りしたいと思います。はいはい、お願いします。はい、よしこ先生がカリスマ振付師として大活躍されてますがその小さな頃からそういう才能のこう片鱗といいますか、この子は人と違うなという思ったエピソードとかありますか？そうですね保育園時代にお遊戯会が近くなると、はい、皆さん各それぞれグループでお遊戯習うんですけど、料理保育園勤めてました。私もで園児としてよしこもおりました。である担任がお休みされたので、はい、で園長先生が困ってどうしようって、よしこちゃんこの踊り知ってる、やってくれるって頼まれて、はい、他の子が踊る踊りも全部この子みんなすぐ覚えてるんですよ、いつの間にか。それでよしこがね、そのこうよ、あよこうよ言うてやって、で園長先生が職員室帰った時、今日はよしこちゃん助けられてよかったわーってね、そういつの間に覚えたのかしらって思った時がありました。だから小さい時からもうダンスか踊りが好きだったんですね。あら、そう覚えてないです。お父さんは何かありますか？僕はそのここでテレビとか、はい、インドアなんですよ。僕はインドア好きで、はいはいはい、で姉は体を動かすのが好きで、はい、だからもうここでなんかバトンをの庭の練習をなんかやってるのはよく、この広いお庭でですよね。そうそう、さっきちょっと撮影させていただいたんですけど、踊れそうだねって言ってたところで、まさによしこさんが才能を磨かれてたとは、うん、後でちょっと踊って帰りましょうね、一踊りさせていただいて帰ります。でですね、よしこさんのその幼きよしこさん、うんうん、お母様よしこちゃんって呼ばれてる、はい、そのかわいいよしこちゃんのお写真をちょっと今、ね、拝見したいと、はい、拝見したいのでちょっといいですか、ね、見せていただいて、はい、じゃあかわいいかわいいよしこちゃんの写真が、はい、幼い方からいきます。感じますね、この凛々しさに。はい、かわいい。一人になるかいうぐらいのなんか今もそういうの。この時からポーズのバリエーションがいらっしゃいますね。嬉しい。足長いんですよ。よしこさんですね。細かったですね。細いですね。綺麗な骨格ですね、これは。ナップル下は。お母さん何歳ですか？時が下は誰が撮ったの？このセンスはすごいですね。茂みの奥の3人っていうのいいですね。今日
らだらと一日過ごしましたけれども、わーっとみんないなく、一人ずついなくなっちゃいましたけど、ね、ご家族みんなでなんか撮れるかなと思ったんですけど、あれは一人だから自然と、はい、お母様なんかなんかお仕事されてますね、家事されて、はいはい、みんなマイペースなんで、はい、まあ、それが実家、みんなそれぞれの、ね、実家らしくていいですよね、それぞれの感じですね。来年の抱負みたいなものってなんかよしこさん ありましたら、来年の抱負、はい、じゃあ年末最後そうだね、そうですよね、一応2021、はい、終わりますよね、はい、終わりましたね、はい、ノンストレスな生活をしたい、はい、好きなことをやっていきたい、はい、チームよしこワンダーランドを作りたい、ワンダーランド作りたい、チームよしこワンダーランドって何ですか？ですね、はい、YouTube の、はい、あの第2回目の時だったかな、はいはい、ダミーフェスが終わって、はい、なんかこういうことをやりたいんだっていう、こう、うんうん、トークの時に私が、例えば月曜日はカフェ、火曜日はヨガ、水曜日は料理教室、木曜日はイベントとか、例えばそういう感じでっていう、はいはい、こうなんかこうチームよしこのメンバーのいろんなみんなの特技をこう活かせる、はい、あのスペースが欲しいなっていうお話をしたことがあったんですけど、はいはい、そういうスペースでそのチームよしこワンダーランドっていうのを作りたいなっていう意味でワンダーランドと今まとめました。あ、素晴らしいです、はい、あれをワンダーランドと、はい、そうですね、はい、あれ規模は大きければ大きいほどありがたいですね。ありがたいですね。はい、そうですよね。夢の国。はい。なのでじゃあちょっと夢を持って、うん、来年も、うん、来年はもうちょっとあれですね、こう踊ったりする機会が多いといいですね。そうですね。またコロナがね、うん、収まったらガンガンやっていきましょうね。はいはい、はい、なのでじゃあ最後はちょっと庭で小踊りさせていただいて、そうしましょうか、帰りましょうかね。そうしましょう。来年も、はい、皆様、はい、チームよしこをどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。せーの、チャンネル登録よろしくね。